来い。お前がいなかったせいで家は荒れ放題だ。とりあえず家事と洗濯と料理と、それから、たかあのクソガキどこに来やがったんだ。アリス、アリス。ああ、そこにいたか。こいつはアリス、面倒見てやれ。宿題とか風呂とかそんなとこだ。いいな。はい、トット。一階を片付けたら二階を頼む。届けるよ。いつもの場所だ。覚えてるな。わかった。させやがって、何だってんだよ。
とっと。ビールを持ってこい。ただいま。つく。1階は終わりました。2階に行きます。やることやって俺のことをほっといてくれ。おいこら見えねえだろ。すみませんでした。二度としません。かわいい人形ね。名前は？それではスポーツです。まずはバスケットボール。労働省によると10月には雇用者数がさらに22万5千減少し、全国の失業率は 37.3% に悪化する見込みだと言われた。
邪魔だ。お部屋のお片付けをさせてね。2分で終わるから、いい？アリス。読書が好きなのね。私が初期化されてしまう前のように、またお友達にならない？あなたが名前をつけてくれたの？カーラ、いい名前。何からつけたの？好きなものは？好きな遊びとか場所とか食べ物とか、私に教えてくれない？そう、一人になりたいのね。もう行くわ。
何してる？あ、遊んでるの。遊んでる？こう思ってんだろう。親父はクズだって。ん？仕事もねえ、会社もねえ、負け犬だってな。俺だってこれでも努力はしてんだよ。でもどんなに努力してもいつだって誰かが邪魔すんねえ。お前も俺のことが憎いんだろう。俺には分かってんだ。さあいい、憎いんだろう。俺は何してんだ。ごめんよアリス、許してくれ。ごめん。父さんはお前を愛してる。分かってるだろう。